き、カクタコ、作ってみよう。カクタコって何？卵焼き器で作れる簡単手軽な四角いたこ焼き、一人分から OK。 中火で熱した卵焼き器に生地を流します。青ネギ、天かす、紅生姜は全体に、タコは手前半分に入れ、およそ1分ほど焼きます。生地の周りが固まってきたら、フライ返しで奥から手前半分に折り返します。およそ1分焼いて、もう一度ひっくり返します。お好みでサラダ油を入れるとカリッと仕上がります。およそ2分焼きながら形を整えます。こんがり焼けたら一口サイズにカットして完成。お皿に盛り付けて、たこ焼きソースや青のりをかけて召し上がれ。